ロンブチャンネル。はい、ノープチャンネルです。よろしくお願いします。以前ファミコンをキャプチャーしてパソコンにつなごうというですね、動画を上げたんですが、その際にですね、インターフェースからダイレクトにパソコンの方につなぐという方法でご紹介をさせていただきました。ビデオキャプチャーの方が、非常に性能が良くてですね、特にほとんど遅延ないんですが、ただ画面がすごく小さいということで、テレビに、同時に映すことができないかということで、いろいろ考えまして、今日はケーブルを一つ買ってみたという動画になります。はい、ケーブルの方はこちらになります。それぞれですね、分岐がですねされていまして、こちらですね、2つに分かれると。はい、前回ご紹介した接続例がこちらになります。そして今回分岐ケーブルを接続するとこんな感じになります。はい、こちらの方をつなぐことで、パソコンとテレビの方ですね、分岐して、送ることができると。で、ゲームはテレビの大きい画面でプレイできるということになります。普通に思いつく発想なんですが、ケーブル買ってみましたという動画になります。ご視聴ありがとうございました。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。